こんにちは、ペーパーエンジニアの桜井博史です。今回はテレビマガジン2月号の仮面ライダーゴースト闘魂ブースト魂バッチリなりきりセットを作りたいと思います。はい、今回使う、道具ですけど、セロハンテープ、そして両面テープ、両面テープを、切る、ハサミ、そして、爪楊枝、そして輪ゴムを用意してください。それじゃあ作ってみたいと思います。はい、目玉についているこの穴ですね、抜くってところを抜いていきます。爪楊枝使うと便利です。はい、半分できました。次こっちですね。はい、あと少しで抜けます。はい、抜けました。はい、次はこの帯の部分ですね、これちょっと抜いていきたいと思います。はい、帯が取れました。続いて今度、この帯の部分ですね、これを山折りって書いてあります。山折りにします。はい、反対のこっちも山折りにします。今度はお面に、帯をつけたいと思います。同じ番号の、ところに差し込んでいきます。これはね、どっちかって言ったらこう山折りでも谷折りでもいいんですけど、自分の折りやすい方に折ってください。そして今度はここの穴のところちょっと広げましょう。そうするとちょっと差し込みやすくなります。広げにくいなと思ったら爪楊枝でちょっとこうね開いてもいいですよ、ね、癖つけるとねちょっと、ね、開きやすくなります。はい、そして今度ここに差し込みます。差し込んだら今度裏返してください。そしてこう広げます。はい、これでもう抜けなくなりましたね。はい、反対側も同じようにやります。はい、こう山折りにしてください。そして番号、同じ番号ですね、1番差し込みます。そして繰り返してこう広げてください。はい、ここまでできました。続きまして今度ね、角の部分ですね、これを作りたいと思います。これも同じように抜いてください。はい、抜けますかな。簡単にね、いい音、ポチポチと音がします。よいしょ。はい、こうやって抜けました。今度これを折っていきたいと思います。はい、次山折り、真ん中の線のところ山折りですね、ここ折っていきます。これあんまりこう強く折りすぎないで、こう軽くというかね、力加減をちょっとして折ります。今度はここにも、その隣に、両隣に山折りってあります。ここも折っていきます。これねちょっとね、形が変わってるから折りづらいかもしれないんですけど、こういう感じでここを折っていきます。線のところにちょんとちょっと形がこういうふうに折れてくるので、少しこう形をねこう整えながらこうやっていくとすごいかっこいい形になりますので、やってください。ただ次に今度はこれをセロハンテープで留めるって書いてあるので、こうセロハンテープで留めましょう、ね、長さは自由ですよ。先生、これぐらいに切ったんでこれぐらいでつけていきます。はい、はい、これでピタッと止まりました。はい、ここでセロテープ止めてできました。次今度は、お面の部分につけたいと思います。お面につけるときね、ここに、谷折りって書いてありますね、これ谷折りです。ここ谷折り、そしてこの反対側も谷折りです。そして今度は、この番号ですね、3番と3番、こちら一緒合わせていきます。でこれも、このままだと差し込めないので、
これを、山折り、山折り、こっちも山折り、山折り、ね、あの山折りでも谷折りでもどっちでもいいですよ。こちらでもね、うん、差し込みやすい方に折ってください。そして今度差し込みます。ここに鼻のとこ差し込みます。でここが、ちょっと差し込みづらいのでちょっと広げます。そうするとちょっと差し込みやすくなります。でもっと、広げたいなっていうか、もう差し込みづらいなって時はちょっとここで、ね、爪楊枝とかでねちょっとこう癖をつけてもいいです。そうすると差し込みやすいですよ。はい、そしてここ谷折りですね、下の折ったところからグッて差し込みます。そして裏返すとこの形になります。はい、ここ広げてください、ね、そうするとこっち抜けなくなります。ほんと反対側です。じゃあもうさっきこう谷折りにしておいた、山折りにしておいたところですね。でこれをちょっとぐーっと、はい、差し込みました。もしこれ差し込みづらいなって時はセロハンテープをこれ後から留めてもいいですね。そうするとこのここに指が入るので差し込みやすいかもしれません。はい、そしてここを開きます。はい、開きました。そうするとここで抜けなくなりますね。でも抜けなくなってもちょっとここがビラビラしててちょっと危ないなと思いますので、ここはセロハンテープをこうやって留めましょう。はい、こうすると綺麗に止まりました。はい、ここまでできました。次今度帯に輪ゴムをかけたいと思います。はい、輪ゴムを、これ用意してください。で輪ゴムをかけます。1本ずつ用意して、そして今度1本ここの通します。この状態になりますね。であとはここのところをこっち側を中に通すとゴムが、はい、くっつきました。これを同じようにやっていきます。よいしょ、はい、もう一本つけましょう。はい、つけました。で輪ゴムの長さなんですけども、これは、頭の大きさによって4本だったり5本だったり調節してください。ちっちゃい頭の人は、3本でも大丈夫です。はい、次に組み付けます。輪ゴムって書いてあるときありますね。ここに輪ゴムをかけます。はい、そしてこっちですね。反対側も輪ゴムをかけます。はい。きましたね、書きました。はい、はい、次ですね、今度はサングラスラッシャー、これを組みたいと思います。はい、では外していきます。はい、こちらが次、反対の部分ですね。これも抜いていきます。はい、抜けました。そして次、今度、中に入るこの白いパーツですね、ここも抜けます。はい、ここまで抜けました。まずこの、サングラスラッシャーの3って書いてあります。これを組み、まず組み立てていきます。山折りですね、山折り、山折りにします。そしてこれのり付けってなってます。こっちののり付けと、それから、裏のところののり付けですね、をつけていきます。はい、半分だけ貼ります。でハサミで切ります、はい、でここを、はい、石を剥がして、はい、剥がしました。そして今度は貼り合わせます。
下に置いた方が貼りやすい、ので、はい、ギュッギュッと押し付けて貼ります。はい、これがパーツが一つ出来上がりました。次です。今度はこれを貼り合わせます。で、これを貼り合わせるのに、間にこれを挟み込むんです。挟み込んで糊付けします。ではまずここの反対に裏返して、両面テープをつけます。これは、形はもう本当にね、自由にというか、ちゃんと貼り付けられる形でいいですよ、ね、端っこに両面テープつけると結構綺麗に外れにくい感じになりますので、ここにつけていきましょう。はい、続いて今度は、両面テープを外していきたいと思います。これも外しづらかったら、爪楊枝ですね、こうやって剥がすとすごい剥がしやすいですよ。よいしょ、ね、先っぽとんがってるんで先っぽは気をつけてください。はい、よいしょ、はい、外しました。でこれでね、ちょっとねはみ出ちゃったところはね、ハサミでねこうやってちょっと切ってもいいですし、あとはこうやって両面テープがちょっと内側に折り込んじゃうといいですね。はい、そしたら今度は先ほど、貼り合わせたこの部分、これをつけたいと思います。これを真ん中あたりにうまくこうね、一回くっついちゃうと、取り外しがちょっと大変になっちゃうので、非常に行きましょう。はい、はい、できた。はい、ここまでできました。そして今度はこのところですね、これも糊付けします。はい、真ん中のところですね。よいしょ。さあ、これから今度はこれ貼り合わせます。これも貼り合わせるのを一回こうつけついちゃったらなかなかこう取りづらくなるので、慎重にやりましょう。しっかりと合わせて、こっちも少しずつ端っこずつ合わせていくと、ほらほらほら、よいしょ、よし、お、ぎゅ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 、はい、できました。はい、完成しました。はい、お面の方なんですけれど、お面はこの、かけるときに耳よりも上のところにかけてくださいね。そして完成したので遊びたいと思います。では皆さんも一緒に遊んでくださいね。